皆さん、こんにちは。潮止めはじめです。今回は、噂だろ、お前。マジかよ。相鉄線が、千葉に来る噂について皆さんに紹介していきましょう。相鉄って言ったら、神奈川県の、施設ってイメージが強いですよね。相鉄線といえば、例えば、横浜から、海老名とかそういう区間を、一般的には走ってるんですが、なんと最近相鉄線に、驚くべき噂が、 誕生したですよ。なんと千葉県に相鉄線がやってくんじゃないかっていう風な噂ですね。まあ実は構造上そういうことってできるんですが、今回はそんな相鉄線のヤバすぎる噂について分析していきました総相鉄線は今現在、JR 相鉄直通線という形で直通運転を実施しています。具体的には新宿駅から 大崎を通ってそこから湘南新宿ラインで武蔵小杉原駅そしてそこから先貨物船に入って相鉄線に向かうんですよおそらく多分普通列車が東海道貨物線の経由ルートで運行するのは多分相鉄直通線が初めてかなっていうふうに感じます臨時とかそういうのは別にしてこれまで定期運用では東海道貨物線基本的に 一部の特急列車とホームライナーの列車以外全部貨物列車がほとんどっていう感じでいわゆる普通列車が入ることって定期運用ではなかった記憶があります。ですが一応この創設直通線開業行ってもらい普通列車も定期運用でこの東海道貨物線を走ることになったんですよ。特徴としては通に出た後長いトンネルがあるんですがあれは基本的に特急に乗んないと 見えなかった景色なんで、普通列車で、この景色見よっては結構面白いですね。山ん中とかを走ったりして結構面白いところを走るんですが、ただ防音の問題からトンネルで大われているため残念ながら景色は楽しみません。まあ普通になんか、札幌市営地下鉄みたいに、ドーム上でも一応端っこに窓ガースを置けば、ある程度景色は見えましたが、まあちょっとやっぱりコストの関係だったり、 そもそもこの線路って本来、電車が走ることを想定してなくて、まあ、いわゆる貨物列車しか走んないって考えていたので、多分そういう景色とかは全然考えず、やったのかなっていうふうに感じます。そもそもこの路線、どちらかというと貨物列車が普通列車の増やしすぎで、入れないから、そう対応として作った路線ですからね。作ってしばらくした後に相鉄直通線みたいに、普通列車の運用ルートとして転用されることが、 むしろ特殊なのかなっていうふうにも感じます。まあ、こんな感じで JR と相鉄線が今現在直通運転しているわけですが、実はこの路線はそろそろ大きな問題に直面します。具体的にどういう問題点かっていうと、東急相鉄直通線との競合レスですね。相鉄直通線は JR と東急2種類を作るんですが、東急相鉄直通線が23年に開業すると、 JR 直通線と被っちゃうんですよ。具体的にどういう感じかっていうと、東急直通線は、渋谷や目黒の方から直通通電車があるんですが、JR もちょうど渋谷とか新宿ターゲットにしています。また新宿についても実は、東横線の渋谷から福都新線を使うと行くことができます。一応厳密には新宿3丁目っていう感じで、新宿とは若干違う場所ですが、正直この二駅間は徒歩でも余裕で行けるぐらい近いため、 三丁目だかって言ってそんなになんかマイナス要素になるのかって言ったらちょっと微妙ですね。とばはこんな感じで JR の相鉄直通線と完全に競合しています。さらには新宿から奥の方、池袋とかそのエリアになると JR 直通線はほとんど運行しないため実質東急直通線に入る副都心線がかなり強いです。という感じで JR と相鉄直通線のルートが被っちゃって ちょっとここで競合が発生するリスクあるんですよね。しかも東横線、目黒線ともに武蔵小杉っていう感じで JR と一回対面します。始発終点が同じでなく途中まで一緒なんで、なおさら競合がやばいですよ。まあ要するに相鉄直通線が2種類開通するわけですが、2種類ともに近いルートを走行するため、競合になりうるんですよ。しかも JR 直通線結構問題点も多く、 まず、終時間ですね。東急直通線の方が、見た感じ JR より、ちょっと早いって感じですね。具体的な筋とは判明してませんが、渋谷から新横浜間が約30分っていう風に言われています。羽沢横浜国内まで、一駅あためプラス2、3分って考えたら32、3分程度で行けますよね。そして、東急直通線に対し JR 直通線は現在、だいたい33分とかそんぐらいで、渋谷から、 羽沢横浜国内まで結んでいます。となると、所要時間はほとんど変わんないんですよ。もちろん JR 側については、所要時間が列車によって多少ばらつくため、33分ぴったりではありませんが、まあたいそんくらいっていう風に感じました。となると、JR とほぼ所要時間が一緒です。またこの、新横浜渋谷間30分というのは、実を言うと東急線内結構遅めに設定しています。 日吉から新横浜間がだいたい5分か7分度っていう風に予想されてるんですよね。まあ、実際、街頭区間はそんなに距離も長くないですし、途中駅1個なんで、このくらいの範囲に収まるのは妥当かなっていう風に思います。ですが、急行電車で運行する場合、渋谷から日吉の間を20分程度で結びます。まあ、もちろんこれもラッシュの時間帯だと、もうちょっと遅いでしょうが、一応昼間とかあったらだいたいそんくらいで、 走れますね。要は20分くらいで行けるっていうことは、先ほど5、7分くらいで新横浜に行けるっていう風に言いましたよね。このことを加味すると、プラス5か7分で25分から27分程度で行けます。さっき紹介した数字ってのは一応30分っていう感じでしたが、実際は25分程度で最速行ける可能性もありますね。まあだいたい27分くらいで新横浜まで行けるっていう風に考えたら、狭間横浜国大 30分くらいで着きます。となるとやっぱり JR 若干早いですよ。また話はここで終わらず、ラッシュ時間帯は東急線の通勤特急も入ってくる可能性あります。通勤特急は特急を停車駅に加えて日吉駅にも停車するため、日吉を通過する特急は直通できませんが、通勤特急ならば直通運転可能です。場合によっては特急を格下げ、まあ、実質的な通勤特急化をして、 全列車停車にし、日吉駅で特急の連絡をするとかする可能性もあるかもしれないため、結局急行と特急が直通するって考えたら JR は立ち打ちできないかなっていうふうに感じます。一応こんなふうに通勤特急もしくは急行が直通すると明らかに30分早く着くため、このことを加味したら、さすがにちょっと JR 厳しいんじゃないかなっていうふうに感じます。おまけに付け加えると本数も圧倒的に等級が上がっています。 東急線は一応毎時4本か6本程度は昼間走るそうですね。JR 線は現在毎時2本が限度、まあ一部時間ってだけ3本走ることもあるそうですが、多分ラッシュを時間帯を調整とかそんな感じなんで、まあ実質2本って感じでしょうかね。とまあこんな感じで本数も倍近く違うため、さすがに JR は本数の面、用時間の面、あと細かいですがウッチンの面全てにおいて負け嘘なんで、 結局、東急直通線が主流になっちゃって、JR 直通線の価値が非常に薄いリスクがあるんですよ。一応、東急直通線毎時4本から6本と言っても、一応、目黒線、東横線両方で使っている感じですが、日吉駅で結局対面接続をするため、東横線系統だろうが、目黒線系統だろうが、どちらにしろ早く移動することはできるんですよ。となると、やっぱり放送の面で JR が不利ですし、 その他いろいろ結構問題点が多いため、なんだかんだちょっとこの JR 直通線が東急直通線開業に伴い、共食いされちゃって結構まずいんじゃないかっていう風な意見があります。私は特に相鉄とか JR の中の人ではありませんが、まあとはいえこんな感じでもう明らかに相鉄線としてはなんか別方向の乗り入れを実施したいとかそういう気持ちがあるのかなっていう風うに感じます。明らかにもう競合しるため JR 直通線を 別の方向に振り分けることで、結果的に相鉄直通線の効果をより強化したいっていう気持ちがあるじゃないかっていうふうに思われますね。ちなみに JR としては特に相鉄直通線の需要が低くても問題ありません。JR としてはとにかくもう武蔵小杉の需要が多すぎて、そこに向けて増発数だったら別に相鉄直通線をちょっと無駄に走らせてもいいやっていうふな気持ちですね。とにかくこの武蔵小杉の ターマー開発がやばすぎて人口の増え方が異常なんで JR も急遽武蔵小杉駅に対する対応ドッドをどんどんしてますよね ED 値で開けらたボックスシートを撤廃したり工夫はしてるんですがそれでも追いつかなかったっていう風に湧いてますまたこの対策ってあくまでも総武快速線だけって感じで湘南新宿ライン側には特に変化がありません湘南新宿ラインも結構利用者多いためやっぱりこっちについても手こ入れが 必要っていう感じでした。そのため、新宿から相鉄直通線に入ることで、実質的な湘南新宿ラインの増発をする。多分 JR はこれが一番目的が大きいのかなっていうふうに感じます。実質、この武蔵小杉から横浜国内間は回送路線っていう感じで、折り返し線感格でおまけで走らせてる感じもありますね。相鉄直通線武蔵小杉を出ると、一気に利用者減るため、やはり武蔵小杉に向けた 通勤路線として、この車両を活用する感が強いです。この言葉って別に、東急直通線が開業しても、JR とってはそんなに問題ないかもしれませんが、ま、とはいえやっぱり、もったいないっていう感じはいないませんよね。そこで、品川方面の総武快速線へ、車両を回すというアイデアがあります。まあ、要は横須賀線をそのまま走って品川まで行くっていう感じですね。ちなみにこのルート一応、 運用することは可能で、実際に品川駅まで総鉄線の車両が直通した実績があります。しかも営業運転ってですね。まあもちろんこれはダイヤが狂った時の臨時対応っていう感じであまり好ましいものではありませんが、ただ一応品川駅までだったら運用の実績があります。仮に品川駅までの運用はあったとしても、品川については東急直通線と競合しないため、一応優位性はあるのかなっていうふうに感じます。 ま、あ要するに品川方面まで直通するっていう考えですね。ちなみにこれはちょっと噂なんでほっとかどうかは知りませんが、もともと相鉄直通線が開業する前、この直通線を計画している段階では、相鉄としてはなんか JR に直通する際、新宿方面より品川方面を強く要望してたそうですね。ちょっとこれ私ほっとかどうかは知りませんが、なんかそういう話を聞きます。ちょっと相鉄的にはどうやら、 噂によると、この品川りの方が嬉しいっていう風に聞きますね。もしもこれが本当あったら確かに相鉄がこういうことを考えるのもあり得るのかなっていう風には感じます。そして、千葉に行くってことはまあ当然ですが、総武快速線に乗り入れることになりますよね。総武快速線、幕露町とか金市町とかを通って最終的に千葉の方まで行くっていうルートでしょうが、果たしてそれを、この電車は実現することができるでしょうか 結論としてはかなり工夫しないと、ちょっと厳しいんじゃないかなっていう風に感じました。どうしてかっていうと、まず新小岩駅ですね。新小岩駅が非常に厄介です。新小岩駅ホームドアを設置してますよね。あのいわゆる、なんかちょっと、具体的な言葉を言っちゃうと、YouTube のエアに怒られちゃって、動画の広告が破壊すらできませんが、まあ、とあることで有名な新小岩駅、やっぱりホームドアがついてます。心霊スポットでもなんか有名ですが、新小岩駅は、 ホームドアが設置されてますね。ですが、このホームドアが結構厄介で、総部快速線のグリーン車を想定した、グリーン車の配置やため、ちょうど、ホーム中央付近にグリーン車のホームドアがあるんですよ。当然、このホームドアは、従来の E233 サーサー系とかでは、対応できません。やはりそういったドアがあるため、どうしても、グリーン車の連結位置を回避した、ホームドアの場所に止めようと思っても、それができません。 このことが新小岩駅で客扱いするのが非常に厳しいという問題点があります。一応実はこれについて対応策がないわけでもありません。方法は単純で新小岩駅を止まんない種別で運行せまいですよ。具体的には、例えば特別快速を設定して新小岩に止まんないようにすればホームドアについては問題回避できます。実は過去に209系が重量平成で本来は幕張の方までしか走んない 2000万台、2100万台が、東京の方まで延長運転する計画があって、その際14編成で運行するから、新小岩に止まらない特快で運転する予定でした。残念ながら、一応停目とか試運転とかもしたんですが、そもそものオリンピックが、コーナーによって、なんかあまり感染する人もいなかったので、結局こういう臨時運用はなくなっちゃいましたが、とはいえ当時はこれを想定して、209系14編成の臨時列車が、 走れるように新小岩に止まんない特快を設定するつもりでした。一応特快についた昔、1日1往復だけすごい中途半端に走ってましたが、あれと同じ感じの停車駅、途中、東京でいうと錦糸町、船橋津田沼千葉っていう感じですね。こういうふうに止まっていけば確かにホームドアの問題を回避しつつ、創鉄直通線の電車を運行することは可能かなっていうふうに感じます。直通運転の目標とかそういうのに対しては結構この方法は、 有力かもしれません。低木等も一応、特快停車駅には重要編成について置かれてるそうで、これを利用すれば普通に直通運転もできるから、まあ、そんなに実現ハードルは高くはないのかなとっていうふうには感じます。ただ一方でこの特快を運用する場合、ダイヤ上の問題は非常に大きいです。純粋に特快重量で昼間電車運行するってなると、ダイヤの組み方によっては非常にその、 特快が混む危険性があります。なんでかっていうと、純粋に、総武快速線の利用者が多いからですね、普通に15両編成でも結構席埋まってますし、それに対して重量編成で、しかも特快ってやると、もしも仮に市川駅で前の電車を追い越す場合、多くの人がこの特快に乗ってきます。その結果、特快にすごい人が集まって超満員になるリスクがあるんですよ。総武快速線、今でも結構混んでるのに、重量編成でしかも、 先行列車を抜かしちゃう特快があったら、まあ、当然この特快に人がいっぱい集まっちゃって、凄まじい混雑になることが想定できます。中央快速線みたいな特快のあの異常な混雑が、総武快速線で起きて、結構ダイヤがぐちゃぐちゃになるリスクがあるんですよ。やっぱりそういう問題点があるからちょっとダイヤを組む上で難しいのかなっていうふうには感じました。ただ一応対策がないわけでもありません。特快と普通の快速列車を比較した場合多分、 千葉から東京間は約10分くらい使用時間が変わるのかなっていうふうに感じます。となると大体先行列車で快速東京駅を設定しその13分後に運行すれば千葉駅発車時点で13分間隔でも東京駅到着時には多分3分間隔になるためいわゆる先行列車を追い越すことによる乗客の一極周知を回避する方法はないわけでもありません。先行快速東京駅にすれば横須賀線直通列車の本数が 極端に偏るっていう問題も回避できます今現在、毎時用法定を直通運転してますが、運転価格が19分とかそういう極端な偏りを回避するために、前の快速は東京行きにして、その後遠いで、一応横須賀線の武蔵小杉の方まで行く、電車っていう感じにすれば最低限ダイヤのバランスは取れますね。という感じで一応、先行を抜かさないようにすれば、最低限対応ができんのかなっていうふうには感じました。 ただし一方でこの方法、ラッシュを時間帯は厳しいです。ラッシュを時間帯、やっぱり利用者が多いため、本数が増えるんですよ。なんだかんだ2、3分、3、4分とかそんな感じなんで、さすがにこの隙間に特会を入れるのは無理かなっていうふうに感じます。先行列車を抜いた場合、重量編成客が集中し、とんでもないことになり得ますし、これじゃあ特会の意味が甘えりなかったり、そもそも運行する上で、客が入りすぎてやばいっていう問題が起き得ます。 あと、純粋に運転価格を広めに取った場合、これだけで人が集まっちゃうために、まずこの時点で厳しいのかなっていうふうに感じます。そうなってくると何らかの代替処置が必要ですが、一応方法としては、例えば特別快速ながら、全く前を抜かさないとかそういう感じで平行ダイヤにし、速達性を犠牲するっていう方法がありますね。ただこれはあまり実施しても意味がないため、やる価値は極めて低いのかなっていうふうに感じます。 朝の時間帯、一応、通過機を設定して、乗客数を制限すれば、確かに重量平成でも、さばけそうですが、でもちょっとやっぱ、ダイヤを組む上では、問題にはなりそうですね。このような感じで、ラッシュの時間帯は特価は結構厳しそうです。そうなってくると、代替処置が必要ですが、一応この方法として、例えば新小岩以外は、全部停車する種別を作るとか、そういう方法がありますね。なんか適当に、 通勤特会とか、まあ実際特別快速より遅いですが、なんかそういう種別を作って何らかの対応をするっていう方法がありそうです。ラッシュを時間ってだけ停車駅を増やし、極端な運転価格とか、あとはそういうのを防ぐために、こういう対応をするのはあるのかなっていうふうには感じました。一応こんな風に無理やり頑張れば、なんかいけそうな感じもしなくもないですが、一方で当然大きな問題点はありますね。例えば湘南新宿ラインの本数の確保とか、 そういう点が大きいでしょうか。湘南新宿ライン、今現在、さっき紹介したように、やっぱり相鉄直通線電車を使って、本数を武蔵小杉の方については加工しています。ですが、これを削ってあったら、ちょっとやっぱり湘南新宿ライン混んじゃって、まずいんじゃないかっていう意見があります。湘南新宿ラインの中級電車は毎日4本程度しか昼間ないため、やっぱりもうちょっと増やしたいっていうことがあるでしょう。仮に本数を純粋に増やした場合も、そもそもの話、 大崎の付近にあるヘビクモですね。ヘビクモの信号所で平面交差がある以上、ここの立体交差で本数をどうするんだっていう問題があります。今現在昼間までも、4本プラス6本プラス10本、プラスアルファ特急とかそんな感じなんで、平面交差を回避しながらこの本数を増やしていくっていうのは簡単ではないかなっていうふうに感じました。山形貨物線もやっぱりラッシュの時間帯を中心に結構本数が多く、この点からも そもそもの話品川方面電車を増やす余裕があるのかっていう心配がありますね。まあそういうこともあって結構結論としては、この千葉直通っていうのは簡単にはいかないんじゃないかなっていうふうに感じました。というわけで皆さん今回の話を聞いて、どう思いましたかもしよかったらぜひコメント等を書いてくれると嬉しいです。コメントをする際はぜひクレーミーという単語を書いてくれると嬉しいです。また面白いと思ったら高評価あったり、もっと鉄道ことを知りたい方はぜひチャンネル登録して、私と一緒についていきましょう。 このチャンネルでは、鉄則関数は正しい情報や、未来関数推測情報も発信していきますので、興味あったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。というわけで今回はこれでお会いしましょう。バイバーイ